ルビアは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカデバルデオーラスに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は1561人。住民故障は、ルビアを、や、カスティーリア表記はルビアナガリシア語話者の自治体住民に占める割合は96.49%。ルビアは、オーレンセ県の最東北部に位置し、 コマルカでバルデオーラスに属する。北と東はカスティーリアイレオン州のレオン県と接し、南はカルバジェーダでバルデオーラスと南から西にかけてはオバルコでバルデオーラスの各自治体と隣接、自治体の中心地区はルビアー教区のルビアー地区。ルビアーはオバルコでバルデオーラス司法管轄区に属す。住民は10の教区の18の地区に居住する。 自治体市長はガリシア国民党のエリアス・ロドリゲス・ヌーニエス。自治体表議員はガリシア国民党6、ガリシア社会党3となっている。ルビアは10の教区に分けられる。ふとじは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。